五浪しても六浪しても100取れないやつがいる中、なんで高2の夏で東大の数学100点取れんの？問題が解けるかどうかっていうのは、まあひらめきはあるといえばあるんですけども、なんか中学入試ほどいるわけではなくて、分かる、多分なんか数学はちゃんと理解をしていれば、まあ、点数は必然的に取れてくるものだと思っています。ちょっと待ってね、僕も含めなんですけども、数学100点取れない人は東大のね、数学でまあ五感ですよね、五感できない人は数学をちゃんと理解してないと。そうですね、細かいところで論理を曖昧にしていたりすると。あ、なるほどね。え、そこがネックなってこと？結局最終的に、まあ、そこが一番大事かなと思います。いや、またちょっとこの話は後で掘り下げますけれども、論理が本当の根源のところまで分かってないから全て発生しているのにもかかわらず、それが理解できないとか解けないっていうところにつながってしまうと。自分はそう思ってます。高3の間の東大模試は理算判定どうだったんですか？立算の判定は、A 判定でした。全部 A 判定。はい。泣きたいですね、本当にね、皆さん。もう、こんな野良にくらいと喋りよってみたいなね、本当すごいですよ、もう感動しますね。感動です、本当感動。センター試験何パーセントぐらいでした？センターが 93% ぐらいで、うん、どうだったんですか、そのセンター自分の感想は。ね、93って別に高くはないよね。自分は出来がいいと思っていて、センターは苦手だったので、国語とかで大量に失点しなければいいなと思っていて、はい、まあ、本番はうまくいったので、よかったかなと思ってます。くっそ、俺のがセンターの点高えよ。マジか。ちなみに何で失点したんですか？ 93% だったら50点ちょいは失点してるわけですよね。まずね、国語で29点落としたんですけど、うん、まあ、それはまあかなりいい方で、はい、160を超えればいいかなと思って。なるほどなるほど。もうあそこは40点落として大丈夫と。地理が、まあ、実はあまりできなかったんですけど、まあ、20点落としてしまった。そんな人いるの？ B さんで。マジで。普通だってさ、国公立の地方の医学部のやつはでも社会は90点以上は絶対取るやんね。B さん受けるやつが地理を80点。暗記苦手でしたもんね。まあ、そうですね、なんか地理自体があまりいい点数が取れる気がしなくて。地理取んなよみたいになりますけどね。世界史とかにすると、うん、勉強量が増えすぎるので、うん、そうなると英語に時間が回せなくなるなと思って、うんうん、できるだけ節約をしようとした結果が、まあ、地理で80点かなと思ってます。そこで60点マイナスっていうのはもう覚悟して、900分の840で 92.5% とかで、まあ、全然いいっしょっていう逆算。センターは割合がそんなに大きくないので。あ、東大にとってはね、440点分の110点だもんね。別にそこの 93% なのか 95% なのかっていうのは誤差っていうことだよね。あまり関係はないです。いや、ちょっと待ってくださいね。あの前の千葉大の動画でね、1点で落ちた人いたからね。そういう時には関係あるんですけど、対局には影響しないと。そうだと思いますね。なるほど、皆さん分かりましたか？理算受かる人はね、センターのね、そんな運パーセントなんて気にしないと。するべきではあるんですけど、まあ、自分の場合はこのくらい取れたらまあいいだろうくらいの点数でした。いやー、俺ね、前もね、理算のね、先生が出た動画で言ったんですけど、自分がね、苦手なところね、もうね、やらないんですよ、理算の人たちって。国語で別に190点取ろうと思わないでしょ。それは多分無理だなと思ったので。これが本当にね、本質ですよ、マジで。地理も別に100点取ろうと思ってないでしょ。それはもう思ってませんでしたね。中途半端に偏差値68ぐらいの人たちって狙いに行くんですよ、やっぱり。センター試験 95%、 国語はね180点取りたいとか、まあ、地理だったらまあ当たり前、社会なんだか覚えればできるんだから100点狙いたいって思うんだけど、理算の人はそうは思ってない。そこにかける労力よりも、例えば英語に振った方がいいとか、そういう計算をしてるわけだよね。基本的に時間があったら全部英語に回してました。いやー、これすげーわ。これね、これマジ金言。本当に分かってないと思うけど、それね、むちゃくちゃハイレベルな思考なのよ。そうですか。いや、超ハイレベルな思考なの。だから国語はね、160でいい、社会は180点でいいって思うのって、偏差値65か68以上の頂点のレベルの人たちの思考なのよ。
なかなかできないよ、普通の人は。なんでかっていうと、センターっていうものにやっぱり傾注しちゃうのよ。で、千葉大受ける人もそうだし、まあ医科歯科受ける人もそうだけども、センター配分がそんなに大きくないのにもかかわらず、センターの勉強かなりしちゃうのよ。3分の1以下だったら、要は二次力の方がやっぱ大事になるから、時間としてはウェイトそっちに振った方がコスパはいいわけじゃん、実際のところ。そうですね。これね、すげえためになるわ。離散を受けようと思っている人がそういう考え方だっていうのは本当にね、めちゃくちゃ興味深いですわ。ちなみに私立大学受けてます？私立の医学部。受けてないです。試しに慶応とか受けないの？受けませんでした、ね、え、慶応って大学知ってた？あ、それはさすがに知ってました。周りは受けてた？まあ、受けてる人もいました。田島先生的にはなんで受けんだろうと思ってた？そうですね、実産を受けた後に多分慶応の入試があると思うんですけど、もうなんか慶応の方が前だよね。そうですそうですか。いやもう最高っすね。いやもうリサンってめっちゃ好きやわ。もう慶応の面接とかっていうのがあ、面接が後になるから嫌だったの？多分面接と試験が近いんだと。あ、確かに確かに、それはあると思います。まあ、まとめると、まあ慶応はリサンより前に一次試験はあるけれども、リサンを受けてその後合格発表、1位の合格発表があるんで、その後まあ面接になるってことだよね。だからそれが嫌だったってこと？離散の前に他の入試を入れるとその時間が勉強できないから嫌だなと思って、防衛医学部とか、うん、防衛医学部や防衛医科大です。防衛医科大じゃないですか。正解です、正解です。離散の人ってマジ天然なんですよ、これ。防衛医科大は、まあ、受けたらその勉強の時間がなくなるというのがあって、同じ考え方で、まあ、模試もあまり実は受けてなくて、あ、夏と秋の最低限のやつしか受けてなくて、なんか自分の勉強の時間が減るのが嫌だったので。模試はだから実践練習をするだけなので、実力をつける場所ではなくて、うん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 、スポーツに例えると、まあ、試合ばっかりしてもという感じで、練習をちゃんとしないといけないなというふうに思って、そういう考え方で、まあ、模試とかあとは他の大学の入試はあまり受けてませんでした。かっこよすぎるわ、もうかっこいい。やっぱり3世って最高ですよね、本当にね。後半はほとんど模試も受けずに、センター終わった後ももう東大対策、まあ、特に英語をやってた。そうですね。え、ずっと英語やってんの？センターボケってやつが。そんな対策ってないでしょ。センターの後に有機化学の構造決定の問題が受けなくなるみたいな状態になったことがあって、それは謎の病気にかかった。そうですね、ちょっと焦ったので、そこは、ね、問題を何回か解いたりして、ちょっとね勘が鈍るもんね、やっぱセンター受けるとね、うん、数学とかもなんか出力通りの点数が出ない、ミスをしたりとか、うんうん、時間配分が間違えたりとか、そういうことをしてなんか点数が出ないっていうのも多分センターのせいだと思うんで、そういうのはなんか過去問とかを解いて。先生的にはもうなんかセンター試験は害悪みたいな感じですか？センター試験があることによって、まあ社会とかを勉強しないといけないし、センターの国語の問題が嫌でしょうがなかったので、センターはまあ、はいはいはい、どこが嫌なの？実感があまりないから、その集中して読んで、でしかもなんか選択肢が長いのを読んで答えるみたいなのが嫌で。ちょっと待って、中学受験嫌がってる小学生みたいな、ちょっと答え、リサーチとかするのやめてもらっていいですかね。うちの小5の子はこの間同じこと言ってたからね。論説文は読みづらいとか言ってね。嫌いなの？めんどくさい？面倒というのはありましたね。過去問とかを解くときも、今から80分間集中してやらないといけないのかっていう気持ちになると、まあ気持ちが重くなって。あ、すげえ、マジで。いやー、もうね、ミスとの遭遇ですよ、本当にね、これは。一応やっぱ10年分ぐらいとか解くの、選択とかも。あ、それはやってました。うん、よく考えてみればさ、東大の国語あるやん。東大の国語もあまり好きではなかったんですけども、なんか点数の配分が大きくないから、センターって簡単に点数が飛んでいくので、あ、それが嫌だなと思っていて。東大の国語はそんなにブレないもんね。そうですね、全く同じような点を叩いて毎回変わんねえなっていうのが東大の英語、そうですね、国語だもんね。地理に対してもうざいなと思ってたの？確実に解けるやつと難しいやつがあって、難しい問題を解けるようになるまで勉強するっていうのは、その時間は英語に回した方がいいなと思ったので。なるほど、つまり8割でいいやと。そうですね、まあ、難しい問題は落としたらまあしょうがないなというふうに思って、
勉強はやってました。いや、マジでこれ大事。すげえ大事なこと言ってるな。これが分かってない人めっちゃ多いんすよ、多分ね。俺も分かってなかったもんね。だってやっぱ点取りたいってなっちゃうからさ。まあ俺実際ね、国語は本番180ぐらいで、当時は整形っていう、まあ倫理整形分かれてたんで、まあ俺は整形で90だから4とかで、まあ理系科目ほぼ満点でみたいな感じで、センターめっちゃ良かったのね。なんかすげえ無駄な感じしてきたわ。そこに咲いたから落ちたんだろうって思う。あ、そうですね。あ、単純実力不足ですね。いや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 、ありがとうございます。クソだるいセンター試験が終わりまして、1ヶ月ちょっと空いて東大の試験になりましたと。どうでしたか、東大の試験は。まあまずは点数じゃなくて感想というか雰囲気とか。1日目に数学があるのが結構大きくて。うんうん、ご視聴ありがとうございます。メディケイトではオンライン指導、通信指導で全国の生徒さんに対応しています。Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローお願いします。このチャンネルを見て面白かったな、勉強になったなと思った方は、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。